ドン・アダムズは、アメリカ合衆国のバスケットボール指導者、カリフォルニア州出身、アメリカ男子、プロバスケットボールリーグ NBA のゴールデンステート、ウォリアーズでアシスタントコーチを務めている。1969年にフレズノパシフィック大学で歴史学と政治学の学位を取得し、1974年にフレズノ州立大学で体育学習志望を取得したアダムズは、 卒業後、NBA での仕事に先立ち、1969年に母校フレズノパシフィック大学のアシスタントコーチとして、大学レベルでの指導者となり、1972年にヘッドコーチに昇進した。U.S. インターナショナル、コロンビア大学、サンタバーバラ、フレズノ州立大学、ネバダ大学ラスベガス大学でコーチを務めた。1986から90年には、 フレンズの州立大学のヘッドコーチであった。また、ベルギーでもプロバスケットボールを指導し、カナダのバスケットボールプログラムと、二つの日本のプロバスケットボールクラブ、ベルギーバスケットボール連盟でも指導した。アダムスは1992年に、サンアントニオスパーズのジョン・ルーカスヘッドコーチの下で、アシスタントコーチとして、NBA での最初のシーズンに入った。その後、 ルーカスの遺跡に伴いフィラデルフィアセブンティシクサーズのアシスタントコーチとなり4シーズンをルーカスを支えた。翌1996年からポートランドトレイルブレイザーズでスカウトを務めた。ミルウォーキーバックスでアシスタントコーチをに戻りとスペシャルアサインメントスカウトだった。2008年からはオクラホマシティサンダーと2シーズンを過ごした後ブルズに再加入した。 ブルズのアシスタントコーチとして、アダムスはブルズを2度、3シーズン連続で、プレーオフに導く手助けをした。シカゴブルズのアシスタントコーチとして3シーズンを過ごした。あと、2013年、ボストンセルティックスのブラッド・スティーブンソヘッドコーチが、初就任するのに伴い、アシスタントコーチを務め、2014年に、ゴールデン・ステート・オーリアーズに移籍し、この年、 初就任したスティーブ・カーヘッドコーチの下で2015年、2017年のチャンピオンチームを支えた。毎年恒例の NBA 全30チームのゼネラルマネージャーへのアンケートでは2016年、2017年連続で NBA 最高のアシスタントコーチの1位に選ばれている彼と彼の妻、リーアには2人の子供、ジェリットとヘイレイがいる。ありがとうございます。